将棋の藤井聡太二冠、帰省、大イコール18が18日。関西将棋会館で行われた第34期、竜王戦二組ランキング戦準々決勝で、広瀬昭人八段、34を下し、ベスト4に進出した。藤井は、デビュー以来、6組、5組、4組、 三組と四期連続で優勝。一月末で名古屋大学教育学部附属高校名古屋市を自主退学したことが明らかになってからの初対局を白星で飾り、史上初の五期連続優勝へ、あと二勝とした。将棋一本に千年の覚悟を決めた藤井は、先手番としては初となる相掛か,かりを選択した。 双方の飛車先の符を交換する戦型。昼食後は、超高合戦が繰り広げられたが、中盤からリードを広げた藤井が熱戦を制した。これで公式戦は15連勝と絶好調モードだ。本戦トーナメント、T 進出を目指すランキング戦では、22連勝。将棋一本に専念した。 研究の深さの効果だろうか。異次元の強さがさらにパワーアップした。竜王戦は現役全騎士と女流騎士4人。奨励会員1人。アマチュア5人が参加。1組から6組まで格付けしてトーナメントを実施。勝ち抜き人数は1組から順に優遇し。 本戦 T に出場できるのは一組上位5人。二組上位2人。3。4。5。6組、各上位1人の計11人。藤井は過去、4期連続で本戦出場と昇級を果たしてきた。今期の二組には、渡辺明名人、起用。 王将イコール36ラ強敵が揃う。準決勝では、松尾歩み八段、40、と対戦する。藤井聡太二冠。高校実習大学公表5発の対局で勝利。竜王戦ランキング戦、部位越え、あと2勝将棋の藤井聡太二冠、18、イコール多い、帰省イコールが18日。 大阪、関西将棋会館で刺された第34期、竜王戦二組ランキング戦準々決勝で、後手の広瀬秋人八段、34を103手で下し、ベスト4に進出した。1月末で高校を自主退学したことを公表してから、初めての対局。2019年の王将戦挑戦者。 決定リーグ戦で敗れ。タイトル初挑戦を阻まれたことがある元竜を広瀬八段を破り、中3対戦成績を3勝1敗とした。藤井二冠は、初参加の第30期から、竜王戦のランキング戦、トーナメントで6組、5組、4組、3組と、史上初めて4期連続で優勝。 自己記録更新の5期連続部位へ、あと2勝とした。次戦は、松尾歩八段、40、と対局する。次のオーディオビデオでお会いしましょう。